肝動閉鎖症とは、新生児乳児早期において、肝臓と十二指腸をつなぐ、肝外胆管が炎症性に破壊され、肝臓で単純訴えを引き起こす疾患である。肝外胆管破壊の基準は未だ不明であり、日本においては難病指定されている。1万人あたりの出生率は1.03から1.37程度と見積もられている。 放置すると単純性肝硬変に移行するため、生後60日以内の肝門部長分合術が推奨されている。手術で十分な元気が得られなかった場合、自己肝での生存が難しくなった場合などには、肝移植も治療の選択肢となる。かつては、先天性胆道閉鎖症との故障もあったが、現在では、先天的な形成以上ではなく、 生後早期の炎症による、考外単管破壊が基礎として考えられており、もっぱら、単動閉鎖症と呼ばれている。単道の模式図肝臓で作られた単汁は、左右の肝管,管から相関管、胆脳、相単管を通って、十二指腸のファーターアーニュートから排出される。単道閉鎖症の漢字では、生後早期に、この考外単管が炎症性に破壊され、単汁の流れがせき止められる。 この結果、排出できない胆汁が上流の肝臓に蓄積され、閉塞性横断をきたす。このため肝治では、直接ビール瓶優位の高ビリルビン結晶を示す。放置すると肝内に訴えした胆汁によって、胆汁性肝硬変が引き起こされ、致死的となる恐れがある。約85%で肝門部を主病変とし、この部分の繊維化。 結合式痴漢が見られるが、病変が、管内の商用管単間まで及ぶ例も多いという。1万人あたりの出生率は1.03から1.37程度と見積もられている。統計上女児の発生率が、男児に比べやや高いことが知られている。また、人種差、季節差などが報告されているが、調査は、不十分である。 明らかな遺伝性は報告されておらず、対日遺伝の関係が示唆されている。海外では無非症、多非症との合併が報告されているが、日本では海外に比して、合併率が低い。ヨーロッパ・アメリカ合衆国で行われた、症例調査では、およそ10%に、非増以上との合併が見られ、ビリーアリー・アトリージア・スプレンマルフォメーション、シンドロームなどと呼ばれている。 原因としては、単動形成異常説、何らかのウイルス感染説、自己免疫などの免疫異常説他が唱えられているが、どれも決め手に欠けている。病形によっては出生前診断できるが、多くは、生後の便食異常で気づかれる。大便の色が正常であったり、当初は、横断や、便食異常がはっきりしなかったりという例も多い。平成24年度より、 母子手帳への便食カード掲載が義務化され、早期発見が試みられている。カードの1から3番は、明らかな異常として、小児外科医への早期紹介が求められている。同様の便食カードは、台湾でも実施、活用されている。単動閉鎖症の3印として、申請時期から入時期早期に出現する、便食異常、監視台、横断が挙げられる。 単汁が、長官排泄されないため、ビリル瓶によって瓶が着色されず、開白色瓶となる。しかしながら、微量ではあるものの単汁排泄が起きている場合は、炭鉱色黄色瓶となることもある。単汁訴えにより、肝は、主題し、治療が遅れた例では肝硬変をきたす。また、肝外胆管の閉塞により閉塞性横断。 直接ビリルビン優位の高ビリルビン血症をきたし、この結果脳化食尿となる。単純に含まれる単純酸は脂質の吸収に不可欠であるため、漢字では使用性ビタミンの吸収障害をきたす。内ビタミン系は凝固系に必須の栄養素で不足すると出血傾向をきたす。漢字の約4%は頭蓋内出血で発症し、 神経学的後遺症を残すだけでなく時に死亡することもある。二次性ビタミン形欠乏性出血症の2から3割が単道閉鎖症児であるとの報告もある。肝時にビタミン K を補充する際は、経口摂取ではなく常脈薬注射や筋肉注射することが望ましい。単道閉鎖症の根治術は、実施に治例が早ければ早いほど優位に成績が良い。 千円製横断や、便食以上、監守代を呈する漢字では、できるだけ早く精査を行うことが求められる。2018年に、日本単道閉鎖症研究会がまとめた、単道閉鎖症診療ガイドラインでは、まず直接ビリルビンを含めた、血液検査を行うことが勘弁とされている。この段階で、単純訴えが疑われた場合は、 ビタミン形成剤の強状脈的投与を考える。十二指腸液採取検査では、胆汁が混入しておらず無色透明となる。腹部超音波検査では、肝門部の門脈前方に高気度領域が見られることがあり、厚さ 4mm 以上で、トライアングラーコードサイン陽性とされる。また、胆脳の萎縮、病室不良を伴うこともある。簡単動心地グラフィでは、 各種が肝臓に蓄積するものの肝外へ排泄されない。かつては、瓶のシュミット症候試験なども行われていたが、判定の難しさが問題である。また、これらの検査では、新生児肝炎など肝内胆汁訴えをきたす、疾患、先天性胆道拡張症やアラジール症候群、母乳性横断の仙炎などを完全に鑑別することはできない。 これらの検査で、単動閉鎖症が否定できなかった場合、また、疑い例となった場合は、早期に手術的な単動造影を行って、確定診断とする。単動造影不能例では、手術時の肉眼所見で病形を決定する。現在日本では、肉眼所見、単動造影所見を組み合わせ、基本型分類、下部単管分類、関門部単管分類を行う。 単独閉鎖症病形分類が広く用いられている。日本では1989年以来、単独閉鎖症全国登録制度として、発症例の登録が行われている。この結果をまとめた、単独閉鎖症全国登録2018年、集計結果によれば、1989年から2018年までに3478例が登録され、 基本型分類では3型が2968例、下部単管分類では B1 が2039例、関門部単管分類では n が2364例とそれぞれ最多である。手術による単道造ないし肉眼所見で単道閉鎖症と確定診断された場合、引き続いて根治術が行われる。根治術では閉塞した考え単管を下級的に、 切除し、カンカ粉合術内視しンモ部調粉合術が行われる。カンカ粉合術は、先天性単動拡張症に準じた術式で、空調を、居城客として関門部まで持ち上げ、直接カンに縫い付けるものである。実施できるのは基本型分類、I 型、2型など、粉合できるだけのカン海存部がある症例に限られる。 基本型分類で最多の3型では同様の手術が行えず、関門部の結合式を切除して、切離面を空調居上客で覆うような、関門部長粉合術が行われる。この手術は1959年に初報告した、河西森尾にちなんで、火西式とも呼ばれる。居上客の肛門側では、単純類 n y 粉合ないし、 人工腸弁不可のルイエヌ・ワイフン号による再建が主流となっている。人工腸弁は予後に寄与する術後単管炎の予防を目的にしたものであるが、手術成績の違いはあまり見られず、近年では単純ルイエヌ・ワイフン号が大半となりつつある。日本では、1980年代末から1990年代初頭にかけて完全外老術式が主流だったが、 現在では姿を消している。手術は生後60日以内に実施することが望ましく、これを超えると肝臓の繊維化が進むために手術後の単重排泄効果が弱まってしまうとされている。自己肝性存率や元気率は生後30日以内の手術で優位に高く、現在では発見後過急的早期の手術が推奨されている。根治術による 黄断消失率は、おおむね6割ほどである。十分な元気が得られない場合、黄断が再発した場合、単重性肝硬変の進行により、自己肝での生存が難しくなった場合には、肝移植が行われることが多い。ドナーはそのほとんど、生体肝移植ドナーが占めている。黄断の再発例では、再度火災手術を行うことも提言されている。 肝移植の有無にかかわらず、一度起こった肝機能障害は改善までに時間がかかる。自己肝生存に対する予後因子として、造成胆管の形成、胆純訴え、胆汁性肝硬変の進行度などが挙げられる。胆道閉鎖症術後の漢字では、日例と共に造成胆管の増加が見られる。術後合併症としては、上行性胆管炎、肝硬変に引き続く。 門脈圧亢進症、静脈瘤に伴う消化管出血、肝甲変に伴う肝肺症候群などが挙げられる。中でも蒸膏性胆管炎や、元気の走行率は肝予後に大きく寄与するため、術後は、長期の抗菌薬、ステロイド、リタン剤投与が行われる。ニオラは、抗菌薬をヘジョ脈投与し、術後7日目からプレドニゾロンを開始する術後管理を、 提唱している。また、経口摂取開始とともに、ウルソデオキシコール酸を始めて、リタンを測るとともに、単純不足で吸収低下する脂肪製剤や使用性ビタミンを補充するよう求めている。単動閉鎖症全国登録2018年集計結果によれば、全生存率は5年で89.5%、10年で88.3%。 25年で85.3%であった。一方自己肝での生存率は、1年で73.6%、5年で57.2%、10年で50.4%、25年で39.7%であった。ありがとうございます。